と思います。今日は個体ゲノム時代の植物ゲノム情報解析というタイトルでお話しさせていただきます。で、背景なんですけども、あんまり植物 の, ゲノム研究の状況をご存じない方多いかと思いますが、一番最初2000年にですね、シロエンナズナという、モデル実験植物の全ゲノムが解読されて以来、これ2014年までですけども、特に実際シーケンサーの影響なんですけども、すごい数でこうすごい勢いで増えていっています。で、系統的にも、アブラナ科稲、その次が稲なんですけども、今はかなり後半に広がってきて全ゲノムの情報が出てきていると。で、多くはドラフト、あるいは未完成の情報なんですけども、いずれにせよ情報は非常にたくさん出てきています。で、もちろんこれ目的があってやっているわけで、最終的には基礎研究をやっている方、あるいは育種にそれを使う方ということで、いろいろな種類の情報がこうゲノム関連情報が取られていっています。で、もちろんこれ動物人の場合も同じなんでしょうけども、転写遺伝子発現から DNA マーカー、特に DNA マーカー最近非常に多いです。で、こういう情報がデータベースなり文献なりにいっぱい集まっているというのが、今の植物ゲノム研究の状況で、これがどん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 今でも増え続けていっています。で、植物っていうのはたくさんのものを私は使っていますので、どん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 これから増え続けていくわけですね、情報が。で、一方でユーザーっていうのは研究をやってる人から、あるいは一日のうち大半を畑に出ていってるような育種をやってる人から、幅広いユーザーにこういう情報をできるだけ使っていただきたいというのが私たちの基本的な考え方です。で、そういうことで平成23年度から28年度までこれ6年間こうサポートいただきまして、この多種多様な植物ゲノム関連情報と、それからさまざまな目的を持った幅広いユーザーをなんとか結びつけるツールを作りたいということで、この、プラントジノム、データベースジャパンというポータルを構築してまいりました。で、幸いといいますか、徐々にですね、国内外のユーザーからは認知されつつありまして、アクセス数もだいぶ増えてきています。で、大きくオルソログ DB、 それから、リソース、DNA マーカーという、 こう3つに分けて、データ を、拾い出せるようにしているわけです。まずオルソログ DB なんですけども、これはですね、配列類似性に基づく DB エントリー間の対応付けということで、具体的には、レフセックに入っている緑色植物と、それから卵巣 の、 配列をブラストで、配列といいますか、翻訳アミノ酸配列をブラストで総当たりにしています。で、その結果をデータセットとして持っているわけです。で、これを使ってですね、いろいろな植物の情報をつなぐ、タグ付けのためのハブとするということです。で、植物の場合にはゲノム情報はたくさん出てくるんですけども、実際にその遺伝子の機能の解析っていうのは、例えばシロエンナズナのようなモデル植物、あるいは稲のような作物モデル植物、あるいは一部のいわゆるメジャーな植物に非常に限定されていてですね、多くのものについてはなかなか機能解析というのはできないということです。ですので、そういう情報が溜まっていっている植物の情報をいかにその他のマイナーな植物に使っていくかということが非常に重要なポイントになるので、こういうふうにゲノム間をつないでいく、比較してつないでいくというのは非常に大きな効果を持つということです。このオルソロ DB、この類似アミノ酸配列のクラスター生成ということで、レフセックの66リリースを使って、緑色植物40種100万配列、卵巣213種80万配列を総当たりで、当てて、その結果を、データベース化しています。で、これを使ってですね、いろいろなツールを作って、系統関係に沿ってこの出力を出していくとか、あるいはそのオルソログが何個ぐらいこう保存されているかというような見せ方をするとか、いくつかのツールを整備して、でこのデータをうまく使うような仕組みを作っています。リソースに関しては一つはこの NBRP ですね、バイオリソースプロジェクトがの植物にが持っている情報を利権が運用している BRC
セイバーというツールがありますが、データベースがありますが、そこを通して、PGDBJ からアクセスできるようになっていると。それから私どもの研究所で、データを持っているもの、それからこれ新たに構築した柑橘のですね、類のデータベースもすべてここから情報リソースあるいは遺伝子リソースとしてアクセスができるような状態になっています。DNA マーカーについてなんですけども、これはもう基本的にはキュレーションで拾い上げてきたということで、DNA マーカーや QTL 情報の文献キュレーションを行ってきました。で、対象は2001年以降の文献で、パブメドのに載っているもの、あるいはパブメドにはないけども、育種系の雑誌がいくつかありますが、こういうものを65種をまず植物種を選んで、文献1200本からマーカー、DNA マーカー情報26万件、QTL1 万6500件を、キュレーションで拾い上げてきて整理をして、でこれを公開しています。でただですね、ユーザーいろんな方がおられるんですが、やっぱり育種をやっておられる方ってなかなかこういうデータがありますというふうにお見せしてもすぐにそれはやっぱり使いにくいと、とっつきにくいということがありますので、ユーザーを広げるという試みの一つとして育種向け DNA マーカー検索という窓、メニューを作っています。でこれは対象は現在、かなり絞り込んでいますが、こういうキャベツキュウリとかですね、こういうものに限って、でこの登録されている20万件の DNA マーカーから、農業形質なんですけどもと連鎖している DNA マーカーだけ が選べるようなメニューを作っていると。で3回クリックするとその目的のマーカー情報までいけるようなものを作ってみて、どうですかということをご意見を求めているという、そういう状況になっています。で今回、作るから使うということ でこの PGDBJ がどんな目的に使えるかということを分かりやすくお示ししたんですけれども、例えばですね、多種多様な植物について信頼度の高いゲノム関連情報、ここに入れば情報まで配列ゲノム関連情報までいろんなものを入手できるということ、それから例えば自分が調べたアミノ酸配列が何の遺伝子ファミリーに属するかを調べることができる、特定の遺伝子の植物種属間における分布範囲を調べることができる、あるいは特定の遺伝子ファミリーに属する配列情報を取得できる、DNA マーカー QTL にオルソログで他の種の基地情報を結びつけて機能も推定できるとかですね、こういうこともできると。それから複数の生物種にまたがって DNA マークを検索できる、あるマーカーが非常に充実したものをの情報を使って、自分の材料についてマーカーがあるかどうかを調べることができるということです。検出法を指定して DNA マーカーを検索できるということで、これは実際にマーカーを現場でやっておられる方はアガロースゲルで分析しかできないとかですね、ページしか持ってないとかっていうような場合にもこういうものを指定してマーカーを検索することができる。キーワード検索によって血質検査マーカーや QTL の絞り込みができると。遺伝子単位やマッピングされている有用不良血質に関わる剤の染色体重の一分布を一括して調査できると、いろんなことができるということです。でこういうことをお示ししながらいろんな学会とかでですねご説明をしてユーザーを増やしていっています。で、これが現在の状況なんですけども、今後の開発に向けてということで、この現在の PGDBJ を開発し始めた時とは状況がだいぶ変わっていまして、一つはもうこれ次世代シーケンサーがかなり普及してきたということ、それからどんどん新しい植物種でゲノム配列が公開されてきているということ、また品種間や自然変異が持つゲノム間の竹情報を迅速安価に収集、これとの絡みですけども、こういうことができるようになってきているということで、それに合わせてですね、今回の開発では一種の植物間でゲノム関連情報を比較することができるようにしたい、それからどんどん増えてくるゲノム関連情報をなんとか統合的に見たい、それから品種系統などの個体ゲノム解析による竹ハプロタイプ検出もやりたいということです。で特にこれがですね、育種を考えるときに非常に重要なポイントでして、特に主要な植物、小麦とか、トウモロコシとか稲ですけども、たくさんの品種や
ナチュラルバリエーションのシーケンスがどん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 やられて、例えば、まあ、端的なものは稲の3000品種のゲノムシーケンスがもう出されているというような時代になってきています。ですので、まあ、それに合わせてですね、その手の解析が手軽にできるようにしたいということがあります。でそのために一応今回まあ、4つ、まあ、主には3つですけども目標を立てました。で1つはゲノム横断的関連情報表示サイトの開発、それから種を超えたゲノム情報統合のためのデータリンク基盤の構築、カスタム型多型ハプロタイプ検出システムの構築、であとは現在のコンテンツの更新ということです。で体制としましては、私ども上総 DNA 研究所で、私はまあ代表者ですけども、実質責任者は磯部がやっております。それから阪大の中谷先生のグループで、これにデータ生産者あるいはユーザーからの意見を吸い上げるためのアドバイザリー委員会を作っていまして、また各種基礎から応用の各種学会協会との連携も図っています。で一つずつ簡単にご説明をしますが、まずはゲノム横断的関連情報表示サイトの開発ということで、これは具体的にはですね、J ブラウズですねによるゲノムビューアーをプラットフォームとして、個々の生物種のゲノム塩基配列に対して互いのゲノム配列情報、遺伝子、転写、産物、多型 DNA マーカーとさまざまな情報を合わせて閲覧比較できるサイトを構築するということで、この J ブラウズの上に何かリファレンスの配列を置いて、でそれに対して別 の植物種のゲノム配列を設けるし、まあ、遺伝子の場所あるいは、まあ、転写された産物のマッピングの結果から多型の結果とかですね、そういうものを全部こう縦に表示できるようにするようなものを作って、相互の比較をやれるようにするということです。次に地を超えたゲノム情報統合のためのデータリンクの基盤の構築ということで、これはですね、今あるオルソログデータベースの展開版ということなんですけれども、遺伝子間の配列類似性を大規模に探索するシステムを開発するということで、異なる生物種ゲノムにおいて機能が類似する遺伝子間の候補の検索、新転移領域の検出ということで、まあ同じように、類似性を見ながら今度は新転移まで検出できるようにしていくということです。で例えばこの例ですと、トウモロコシの一番染色体と稲の12本の染色体の、遺伝子、個々の遺伝子の配列類似性で結びつけると、まあ、こういうふうになってですね、結果として、まあ、新転移用の関係が見えてくるということです。で、まあ、こういうものを自由にできるようなシステムを実装したいということ、それから植物別に主要なゲノム DB のエントリー ID と配列の情報を導入するということで、あとはこの追加するときが結構これが問題でして、どんどん割と早いペースでどんどん情報が増えてきますので、そうすると今のように総当たりでやっているともう計算量がすごいことになるということです。でそのために、まあ、総当たりじゃなくてですね、1個入ったらそれを1対1で全部、まあ、当ててみて、で全体を再構成するというようなシステムを作ることを今検討しています。次3番目、カスタム型多型派プロタイプ検出システムの構築ということで、これはまあ、ここに書いてありますが、植物も個体ゲノム時代に本格的に突入したということで、それぞれの研究者あるいは育種をやっている人が自分が持っている材料あるいは自分がの会社が持っている材料についてゲノム情報を、まあ、比較的簡単に手に入れられるようになったと。でそれをどう使っていくかということなんですけども、まあ、主に応用を考えると、変異を見つけていくということなんですが、まあ、スニップを検出したりハプロタイプを検出したりする、ツールっていうのは、まあ、今でもあるんですけども、植物の場合には割と、まあ、簡単にとは言いませんが多数の分離集団の個体数をですね、扱うことができます。まあ、最低100とか200とか300とかですね、そういうものを扱う、あるいは植物の場合には倍数性のものが特に作物では多いんですけども、なかなかこういうものに対応した既存のツールというものがないという状況があります。ですので、まあ、こういうものを開発してですね、で最終的にはユーザーが取得した自分で、まあ、取ったデータをここに投げ込んで、で DNA 多型やハプロタイプを検出するシステムを構築したいということで、まあ、この今期の
申請をしました。ただ、実際にこれやり始めてみるとですね、そんな簡単なことじゃなくて、まあ、データの転送の問題から、どれぐらい の, そのデータがここに投げ込まれてくるか、全然今のところ予測がつかないというようなことがあります。ですので、まずは、まあ、ユーザー数が少ないときには、ユーザーを絞って、この PGDBJ からリファレンスを選んで、で各自で取ったリード配列をここに投げ込んでですね、でこういうものを検出するようなものをまず作ると。でそれがどん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 増えてきた場合にはですね、まあ、ここからツールを何か開発してダウンロードしてローカルで、まあ、こういう分析を行って、まあ、こちらに投げ込めばハプロタイプが見えるとかいうような、まあ、分割したようなシステムを作ることができればなというふうに考えています。であとはコンテンツの更新については、まあ、いろいろ書いてありますが、まあ、今のものをもっと充実させていくというようなことを考えています。で具体的な内容につきましてはポスター発表で出ておりますので担当者にまたコンタクトしていただければと思います。以上です。